どうも、バロンザーマチです。ついに届きました。次は内装の必殺技。ミニといえば、カバナシですね。作っていただけるんですよ、こちらの希望で。で、今回は黒地にアイボリー色のワンポイント入れてもらう、結構こう割と地味な感じなんですけど、この車内自体をね、引き締めていこうと思います。で、このカバーつけることによって、今後もシート自体を入れ替えたとしても使えますし、でもしくはまあシートそのものを例えば違うものと、まあ、モディファイして、まあ、本革シートを入れ替えるんだよ、これ取っといてもらったら今後も使える、まあ、そのままものをダメージを減らすこともできるので、こちらの方で、取り替えていきたいと思います。でいいのはね、後ろにこうホルダーがついたりね、結構器用なところもこの車の、ね、特色として収容が増えるのもありがたいので、これを使ってですね、今から一個ずつシートを変えていきたいと思います。カバナのいいところはですね、こうちゃんとシートマニュアルがあります。これに基づいてやれば素人 DIY で全然できます、まあ、まずはリアからね、リア座席を外して、まあ、交換していこうかなと思いますので、どうぞご覧ください。さあどうでしょう、綺麗になくなりましたね。ネジは上の、リアの上の、クッションの方、シートの方はトランクからアクセスしてネジを2本止めるのを外すだけで、下の方はこの辺にビス穴が2つあるんですけど、ここなんですけど2箇所だけで、合計で4つ外せば簡単に取れます。ちょっとお掃除しますね、これついでやから綺麗にさせてください。一緒に見ましょうか。シート外します。シートの形状に合わせてかぶせます。手側の形状を確認します。シート裏返し形状に合わせていきます。左右の紐やります。紐で引っ張り込む作業をします。片方の紐は作ります。紐を引っ張って結びます。まあこういう形ですね。8、9で終わりと。早速やります。二段のベント。二段ともやらへんで。ごめんさ。二段ともやらへんで。白いご飯入ったから、あれぬくめな食べられへんから。あ、そうなの。知らん食べられ、あ、冷たかったも食べるんやったら食べて。あ、だめ。長さとあんなん。あ、測る。では完成しましたシートですね。取り付けていきたいと思います。結構綺麗ですよ。よし。はい、シートの方、リアシートすべて交換いたしました。どうですか、このしっくりくる色合いと、アイボリーのね、ワンラインがまた美しい。あまりね、後ろ乗ることないかもしれませんけど、荷物置きとしてもね、なかなかいいんではないかと思います。またフロントの方もやってまいりたいと思います。あれは学歴今関係ないですよ。そうでしょ、役人だけで学歴の、うん、あれはいい大学行かんと入れてもらえるから、こっちはねってさっき言うよって。いや、なんかその気になったら困る。さあシートの方すべて張り替えました。皆さん見てください、じゃじゃーん、めちゃ綺麗。まだちょっとね寒いんでシワが寄ってますけど、いずれ馴染むと思います。後ろもそうですね、綺麗に黒のシートにアイボリーラインを入れてもらって統一感を出しました。まあアイボリーにした理由がですね、まあ、赤ラインやとちょっとねいやらしくなるのと、前のこの全体の統一感ですね、こう見てもらうとわかるかな、こう見てもらうと実は色統一されてる。あ、ちょっと反射してるな、こっちで反射してるんかな、
めっちゃ話見えへんな。こうパッと見ね、外から見るとすごい色がね統一されてるように見えるんです。それを狙った感じでございます。まあ、これでほぼ完成形に近づいてきました。あー、ここ反射すんな、ごめんなさい、全然映らへんな。あ、こんな感じ、外から見たら分かりますよね、これ。綺麗ですか。どうでしょう。というわけで、おおむね完了いたしましたミニ。もうちょっと部品がね届きますんで、交換してほぼ完了となります。今後とも動画視聴よろしくお願いします。